痛い。アイハーブで、アイハーブで買い物をしました。あ、またプロテイン買ってるわ。プロテインはね、いくらあってもいいので、これ結構美味しかった、美味しくてよかった。2回目もちろん。歯磨き粉、これなんか初めて買ってみた。でもなんかチャコールの炭の歯磨きすごい良かった気がして、ずっと使ってたのがあったんだけど、もう違うの使ってみようと思ってこれを買ってみた。フロス、あのなんか下着をどこで買ってますかっていう質問がよく来るんですけど、下着はね、大体 あのね海外のサイトで買ってて、スキムズ、あのキム K がやってるキムカーダシアンがやってるブランドの下着がすごい好きで、ここでよく買ってます。そこで下着を買いました。なんかそんなにすごい安くもないけど、すごい高くもないから、まあなんか買い替えたい時に同じものを買い替えるっていうような感じ。なんか下着は割と綺麗なものを着ていたい人なので下着を買いました。そんな感じです。今日は2回目の内見に行きます。まあどうだろうね、今日は3軒見に行くけど、今日の方が期待できそうな感じ。でもまあ分かんないけど、またその時に会いましょう。ちなみにこれがお直しして帰ってきたデニムです。ウエスト結構ぴったりくるようにしたので、めちゃめちゃ綺麗な形に。なんかこの間さ、取材でさ、マリリン・モンローの話になった話言ったっけ？言ってないかもしんないんだけど、なんかそういう感じ？ちょっとセクシーな感じになって、よりすごくお直しおすすめします。うん、綺麗だよ、普通に綺麗、全部綺麗。本日の内見のゲストの方、すごい今日同じ格好ですか同じ格好ですか。危なかった、マジこれ履こうと思ってこれ一軒目ちょっと、ダメでした、ちょっと違ったいいじゃん、いいじゃん、ここしかも金木犀の香り金木犀のめっちゃいい、こことても良い、ありがとうございます、ありがとうございます、美味しそう。もらえないしかも、今スウェットとスウェットの間にカメラを挟もうとしてる。ただいま、今仕事から帰ってきて、撮影から帰ってきて、事務所のアップデートをね、すごい2軒目に見に行ったところ良かったから契約するかもしれないですというアップデートだけしておきます。ではおはようおはようございます。これめちゃ冷たくて気持ちいい。ヒーターを出しました。もうね、めっちゃ寒くてヒーターシーズンです。で、今これを見てて、この間の菊の材で紹介したドライヤーのブランドのヒーター、可動のヒーター、なんか新しいオフィス用にいいかなとか思ってちょっと考えてた。
よ。天気は悪めですね、月曜日です。なんかもうさ、すっかり寒くなっちゃってさ、去年買ったニット着たよ。今日はちょっとサンプルを探したりとかしなきゃいけなくて、さっき私が出演させてもらった This is Never That と Converse のコラボのキャンペーンの映像とかが公開になりました。めっちゃかっこよかったな。めっちゃかっこよかったです。なんかね、韓国のお店には私が飾ってあるらしい。あ、本当に韓国に行けたらどれだけ良かったことかっていう感じだよね。残念ながら今は韓国には行けないので、まあ、This is Never That はお友達のブランド、お友達を介して知り合ったブランドなんだけど、そう、それからすごいずっと仲良くしてくれてて、日本に来るたびに遊んだりとか、そう、みんなすごくよくしてくれます、いつも。감사합니다。なんか最近でもすごいそうやってモデルとして呼ばれることもすごい増えた印象、ここ数年。だから周りの人にすごい、なんかモデルの仕事すごいいっぱいやってるねみたいに言ってもらえることがすごい増えて、自分もモデルっていう仕事がすごい好きだし、それをいっぱいできることはすごく幸せなことだと思っています。なんか本当モデルの仕事がすごい増えて、グロッシエのモデルをやったあたりからやっぱすごいモデルやってるのすごい楽しいなっていう気持ちが芽生えてきた。あ、自分もなんかモデルとしてお仕事をもっといっぱいできたらいいなって思うようになった。でも本当はね、アメリカとかに行ってもっと活動の幅を広げれたらなと思っている。日本人のモデルとして海外でも活動ができれば一番嬉しいなって思ってます。海外に行けるようになったら、またそういうお仕事もできたら、とっても人生エキサイティングだなと思います。やったー、嬉しい。お、嬉しい。いつ使おう。今日使っちゃおっかな。大人みたい。
なバッグ。大事に大事に大事に一生大事に使います。シーブルカージャーソーバイ、おはようございます。今年の冬の制服が届きましたので、ご紹介をと思いました。まず一つ目ですね、こちら先日バルオリジナルさんの展示会にてオーダーをしたものになります。ちょっと私にしては珍しい色の上着。でね、ここにここをキュッとできるのがすごく大好き。モンチョア。軽くていい、とっても。そして、もう一個ございます。はい、こんなにアウターばっかり頼んでどうするつもりだったんでしょう。アウターを2個も頼んでるって何あー、かわいい。これめっちゃかわいいじゃん。なんか普通じゃない柄でいいね。これはついてない。かわいい猫。ヒーターあったかいのわかるけどさ、なんかもうさ すごい寒いじゃん最近。だからもうヒーターを出したら猫がずっとここにいる。ずっといる。あー、超かわいい。なんか寒いところにもいっぱい行きたいなって思ってて、今年の冬はなんかあったかいところ、あったかいところじゃない、すごい寒いところとかにも行ってみたい。北海道とか行ったことないから、寒いところにいっぱい行きたいので、アウターをたくさんお出したんだと思います。可愛いんですけど。ここにポケもついてるしね。これなんかしかもブランケットもあったんだよね。ブランケットもオーダーすればよかった。マジでアウター2個も頼んでるのに謎すぎるんだけど本当に謎。どういうつもり。大事いきます。